東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。病気を診断するときに、その原因っていうのは、要するにその始まりってどこですか、判断するために五血という原則があります。症状の原因では何ですかということを見るためには、その原則としては五血があります。五血というのは、といわゆる五脈です。五脈っていうのは肝心肺肺腎、あるいは毛下頭根水という五臓ですね。この章のタイトルは五臓生成ですから、で五臓の状態を見るための体の中には経脈があります。経脈の中には毛下頭根水の気を代表する脈それぞれがあります。まず水の気、つまり腎の気を代表する足の太陽膀胱系と足の小陰腎系、この2つがあります。でこの2つは表裏の関係で、五行の属性は水で、経別で2つの経脈をつながっているというわけです。その後木の気を見るための足の小陽胆系と足の血陰関係があります。この2つは同じ表裏の関係で、小陽の方は表にあって、血陰の方が裏にあります。経別でつながっています。足小陽胆系と足の血陰関係は、これ肝の気を見ます。どの気を見る足の太陰脾系と足の陽明陰系があります。この2つは、まあ、いわゆる脾の気を見ます。肺の気、つまり筋の気を見るのは、手の陽明大腸系と手の太陰肺系があります。心の気、つまり下の気を見る経脈というのは、手の太陽小腸系と手の小陰神経があります。これらは全部表裏の関係があって、経別でつながっています。頭痛と頭のてっぺんの症状の場合、頭ガンガン痛い、転換、そういった頭の実症の場合、要するに気っていうのは体の中で均等に流れているというわけですから、で上の方に詰まって、頭のところに詰まりすぎると、例えば高血圧とかそういった症状があって、頭の方がガンガン痛くて炸裂するような痛みがもしあるだとしたら、これは気が上の方に詰まっているということです。気が上の方に詰まっているのはイコール下の方が気が足りないという状態です。だから下の胸、上の方の実っていうふうになります。でもしこういう症状の場合でしたら、原因はどこにあるかというと、原因は足の小陰腎系と足の太陽膀胱系にあります。この症状さらにひどくなると、この邪気ですね、腎の方に入ってしまいますと。その次、春梦朝陽っていう、中国語っていう春梦朝陽なんですけども、この一つ一つ文字の意味なんですけども、春の方はいわゆるめまいです。梦の方はいわゆるぼーっとして、はっきりとしない、頭の方がぼーっとしてる状態です。小手は体揺れる、湯の方も揺れるんです。揺れ方は違うんですけども、揺れは揺れです。めまいする時の、立ち上がる時にグラッとするっていうのは、この揺れを意味します。あと目の方がはっきりと見えないということと、耳の方が聞こえなくなる。この症状っていうのは、めまいもそうですし、頭ぼーっとしてるもそうなんですけども、揺れることもそうなんですけども、目の方が見えなくなったり、耳の方が聞こえなくなったりというのは、要するに機能が足りなくなり、機能が低下しているということです。つまり気が足りなくなるんです。これさっきと違って、上の方が気が来ないということによるものですから、上の方が強で、そうすると上の強ってイコール下の方は気が行き過ぎると、下の方は実です。だから、果実状況っていう状況になります。この状況の場合は、原因はどこにあるかっていうと、原因は足小陽の胆系と足の血陰の関係にあります。さらにこの状況ひどくなってくると、この邪気が肝に入ってしまいますと。その次、もしお腹の方を張って、饱満感で、まあお腹全体的に脇までパンパンになっている状態であれば、これはまあ真ん中の方にね、気が詰まっている状態ですから、本来ですね、上下の気を交流するというもので、上がったり下がったりします。真ん中の方に気が詰まってて、上の熱い気ですね、心臓で作った熱い気を下の方に下がってこないということで、下の方はまず冷えてしまいます。で、逆に心臓、車のエンジンみたいなように24時間動きます。1分間70、60回、70回ぐらい鼓動します。
これを動くたびにたくさんの熱を作られます。で、この心臓の熱、本来であれば横隔膜上下することによって下の方の小腸の方に送られて、胃とか小腸の中にこの熱が送られてきます。で、もしお腹の方のパンパンしている状態で、上の心臓で作った熱下の方に下がってこないでしたら、下の方は冷える、同時に上の方に熱がこもっている状態です。だからこの棒っていうのは上の方に熱がこもっている状態ですね。で、もしこの状態、この症状であれば原因はどこにあるかっていうと、原因は足の体陰の非経と足の陽明の陰経にあります。非経、陰経、ちょうどお腹のところ通ってます。で、非経の気は主に下の水蒸気を上の方に上げて、陰経は上の気は下に下げて動きをしますので、もし真ん中の方パンパン胃の周りを膨満している状態であれば、上下の気を交流することができなくなりますので、そういった症状を引き起こしてしまいます。その次、もし、まあ、咳がひどくて気が下がってこないと上の方に逆走するというような状態の場合は、これは、まあ、胸の中に冷えているということを意味します。これはどういうことかというと、心臓の周りに肺があります。心臓熱いですから、で、心臓の熱によって肺の方を温められるという状態で、これはまあ正常の状態ですね。で、もし肺の方は冷えている状態であれば、肺の方は冷えててうまく機能することができないでしたら、呼吸するときに気が入ってくるときに外に追い出そうとするという咳という症状が出ます。呼吸も深く吸うことができなくて呼吸は浅くなります。もしこういった症状の場合でしたら、原因はどこにあるかというと、原因は手の陽明の大腸経と手の体陰の背景に問題があります。最後、イライラして頭の方が痛いという症状がある場合は、病気の原因は横隔膜のところにありますと。これどういうことかというと、さっきも話しましたんですけども、心臓24時間動いててたくさん熱作られます。この熱って横隔膜上下する動きによって下の方の胃とか小腸の方に送られていきます。もし動きって悪いようであれば、上下の幅が小さくて心臓の熱下の方にちゃんと送ることできないでしたら、心臓の熱上の方にこもってしまいますので、心臓の周りに熱がこもっている状態でしたらイライラという症状が出やすいということと、上の方に熱こもっている状態であれば、気がだんだん溜まっている状態になると頭痛といった症状になっています。もしこういった症状がある場合は、原因はどこにあるかというと、原因は手の体陽小腸経と手の小陰神経にありますと。まとめますと、毛管と根水、あるいは肝心肺肺腎の気を司るこの十の経脈、系別で一緒になっているわけですから、実際は5つなんです。足の小陰の腎と足の太陽と膀胱、これは1つの組み合わせ。これは水の気、あるいは腎の気を見ます。足の小陽胆経と足の血陰関係、これは木の気、あるいは肝の気を見ますと。足の太陰脾経と足の陽明胃経は、これ土の気、いわゆる火の気を見ますと。周の陽明大腸経と周の太陰肺経、これは金の気、いわゆる肺の気を見ますと。手の太陽小腸経と手の小陰神経、これは下の気、いわゆる心の気を見ますと。今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとして、これからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には、 YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。